アチェ王国は、現在のインドネシア共和国スマトラ島のアチェ特別州にあったイスラム王国。16.17世紀にこの地域で大国となったが、その後は衰退した。首都は、クタラジャ。最盛期には、マレー半島両岸にあったジョホール王国や、ポルトガル領マラッカやパタニ王国の強敵で、マラッカ海峡での貿易の支配と、主要な輸出品たる。 小小鈴の統制を企み、ジョホールとマラッカに対し三度の遠征を試みている。相当の軍事力を要していた一方で、イスラム教学と貿易の一大中心地でもあった。王国の起源は、チャム族にある。1471年、チャンパ王国ビジャヤ王朝の首都ビジャヤが、ベトナム霊朝のハジム聖州によって陥落した際、チャンパ王、シャーッパークバが、彼の息子、シャーッパーウニを、 アチェの統治へと送り出したのが王国の始まりである。アチェ語が11のアチェチャム諸語グループの中で唯一のヒチャム系言語であるのを傍傷とする。15世紀中頃、アチェの支配階級はイスラム教に改修した。アチェ王国を建国したアリムハヤットシャーは1520年、北スマトラへの領土拡大を図り、デリ、ピデイ、パサイなどを支配下に置いた。 あるにも攻撃をしている。彼の息子アラウッティン・アルカハルはさらに、スマトラ島南部へ領土を広げた。また、マラッカ海峡の対岸へ足場を得ようとして、オスマン帝国スレーマン一世からの武器人員の援助を受け、ジョホール王国、ポルトガル領マラッカへ何度も攻勢をかけたが、これはあまり成功しなかった。王国内部で構想が起きたため、 イスカンダル・ウムダが大いに着く1607年まで強力なスルタンは出現することはなかった。イスカンダル・ウムダはスマトラ島の大部分を制圧し、マレー半島のスズ生産地たるパハンも支配下に入れた。その勢いは1629年のマラッカへの遠征においてアチェの海軍が敗れることで終わりを告げた。この遠征においてポルトガルとジョホール王国により、 アチェ側の官邸は全滅し、1万9千人がポルトガルの捕虜となった。しかしながら、アチェ陸軍は敗北せず、数年足らずで管を征服し、多くの住民を捕虜にして、アチェへ連れ帰った。霧の息子にあたるパハンの元巫女、イスカンダルサニが無駄の後を継いだ。イスカンダルサニの治世中は、内政強化と信仰の統一が重点的に行われた。 イスカンダルサニの治世の後、王国は四代にわたって女王により統治された。しかし征服された国々の住民を人質に取るという、全王時代の政策の結果、非政府民が強く独立を求めるようになった。そして、アチェの国力は弱まり、一方で地方の有力者が権力を握っていった。結局、王国は象徴的な存在となってしまった。 1680年代にかけては、ペルシア人旅行者が、北スマトラについて、すべての地方が、別々の王もしくは統治者を保護しており、そして、地方の支配者すべては自立していて、どのような権威に対しても、敬意を払わない。と述べている。バンダーチェの大モスク、マスジットラやバイトルラーマンローマカトリックの、ポルトガル人によって、東南アジアで、最初のムスリム国家たる、 パサイが征服された後、アチェ人は自分たちのことをパサイの後継者であるとみなし、マラッカでのイスラム教の布教活動をパサイに代わって継続した。アチェはメッカのベランダと呼ばれ、クルアーンや他のイスラムの書物がマレー語へと翻訳されるイスラム教学の中心地の一つとなった。アチェにおける著名な学者としては、神秘主義思想家のハムザ・ファンスーリーや、 パサイ出身のシャムスティン・パサイ、シンキル出身のアブドゥル・ラウーフ、インド人のヌルディン・アル・ラニリが挙げられる。アチェは、胡椒、ナツメグ、クローブ、ビンドウジ、そして1617年に征服したパハンからの鈴、これらの輸出によって富を増やした。そして低金利と金の使用により、経済も強化されていった。しかしながら、経済的に見ると、 その繁栄は常に壊れやすいものであった。国の軍事行動と商業的陶器を十分支えられるほど食料を提供するのは難しかったためである。けれども17世紀にアチェの政治的結合が失われるにつれて貿易におけるアチェの役割は1641年のマラッカ占領成功によってこの地域における軍事力、経済力が優位に立っていた。 オランダ東インド会社に劣るようになっていった。アチェの故障生産量が世界全体の半数以上にあった1820年代、トゥンクイブラヒムという新指導者が故障の王公たちを互いに争わせることで王国の権威をいくらか回復させ、スルタンの名目上の家臣だった故障の王公たちを支配することに成功した。トゥンクイブラヒムは彼の兄弟にあたるムハンマドシャーが 王の時に政権を握り、次のオースレーマンシャーの地位制でも政権を維持していた。その政権はアリー・アラーディン・マンスールシャーの下で彼がスルタンになろうとするまで続いた。トゥンクイブラヒムはオランダが北方へと占領地を広げていた時にアチェの支配域を南へ拡大させた。しかし従来オランダがアチェを手にしないようにアチェの独立を守っていたイギリスが 政策を転換して、エラン協約を結び、マラッカの利権と、北アチェでの平等な交易権と引き換えに、スマトラ島におけるオランダの支配権を認めた。この条約によって1873年にオランダはアチェ戦争を戦うことになった。オランダが戦争の準備を進めるのにつれて、スルタンマフムドシャーも国際社会に援助を求めた。しかし支援する国はなかった。 1874年、スルタンは王とアチェプサールを捨て山間部に撤退し、一方オランダはアチェの併合を宣言した。そして両陣営で多くの死者を出していたこれらのために、スルタンが病死したが、アチェ人たちはトゥンクイブラヒムの孫、ムハンマド・ダウトシャーを新スルタンに擁立した。アチェの支配者たちは、港の封鎖を避けるため名目上オランダに従ったが、 彼らは死費を投じて抵抗運動を支えていた。だが結局のところ多くのアチェ人がオランダ側に歩み寄り、オランダは彼らの協力によりかなり安定したアチェ支配を確立でき、1903年にはスルタンを降伏させることができた。1907年にスルタンが死去した後後継者は指名されなかったが、アチェの抵抗戦争はしばらく続いた。実際には 自由アチェ運動を結成したハッサンディティロが最後の世襲国王と言える。ありがとうございます。